山部郡山添村の茶畑山と茶は、奈良県山と高原を中心とする地域で生産される、日本茶の一つ。良質な茶の栽培には、冷量な気候が適しているとされ、山と高原はその条件に合っているので茶の栽培が奨励されてきた。月ヶ瀬梅林で有名な月ヶ瀬も、茶の生産では有名な地域である。2007年の奈良県の茶生産量は2850トンで、 全国第6位である。大和茶が栽培される奈良県東北部の大和高原一帯は、標高200から600メートル、平均気温13摂氏15度、高雨量1500ミリメートルの三間冷量地で、日照時間が短く、昼夜の温度差が大きいため昼間に合成された、糖類が消費されずに、茶葉に残り、自然な甘みや旨みが生きた茶葉が収穫できる。粘土層の地質が多く、 土がミネラルなどを多く含みじめ豊かな茶葉が育つ。また、陶器は氷点下10度近くまで冷え込むこともあるため、害虫の越冬を妨げ、さらに、朝霧が発生しやすい地形のため、適度な湿度により茶樹が潤う。また、吉野川流域の大淀町、東吉野村でも、恵まれた自然条件を生かした茶の栽培が行われている。銘柄は、産地別に、 月ヶ瀬茶、田原茶、野牛茶、山添茶、福住茶、漬け茶、室う茶,茶、大淀茶があるが、全県的に大和茶で統一されている。緑茶の表示基準というものが公表されており、大和茶として表示される以外に、生産地名からの故障として、月ヶ瀬茶や福住茶、野牛茶、山添茶という表示も行われている。奈良県の在来種をもとに、 未生から品種改良したものとして山と緑がある。この品種は茶農林10号として1953年に品種登録が行われた。万世種で樹脂直立、樹勢中、葉は長な円形で能力色、体幹性特に強く、キメが密で終了は中である。結実性が高く、煎茶として品質有料とされる。 奈良県の市茶行文場で育成された。九字根源によると、729年、聖武天皇の時代、宮中で修宗を召して、大般野行を土俵させる期後土俵の制度が始まり、二日目の修宗に茶を賜る儀式を、陰茶、または行茶と称したのが最初と言われている。当時の茶は、砕いた断茶を野源で引いて粉末にし沸騰した釜の中に投じ、 茶さんに入れるもので、抹茶ではなかった。へっついの賑わい、日曜除食は、山と国揚げ茶が大和と国は、農家にても、一日に四十五度あての茶が湯を食するなり、聖武天皇の行、なんとおさらぎご根流の時、民家各粥を食し米を食え伸ばして、ご造営のお手でに火をしたりしより、もっぱら粥をよることとうんたう、なら茶と言えるは、税より出たることとぞ、 茶ゃがの始まりが奈良時代であると記している。これらの記述は後世に書かれたもので実証性には乏しい。しかし、小燥院文書には758年の末日塩、かすび塩、酢、油、もち米、大豆、あずき、つけな、青瓜、茄なす、みずき、月かつ海藻茶、焚き木、松、かしわをはじめ茶の文字が見え、奈良時代に 奈良の戸で茶が存在したことは確かである。山と茶の起こりについては以下のように紹介されている。山と茶は大道元年に工房大師が当より貴重の最茶の種子を持ち帰り、これを現在の宇田市灰原赤羽に播種して、その製法を伝えられました。またその際持ち帰った茶臼は赤羽のフッツ高指に現在も保存されております。茶飲みも また同境内に苔の園のとして保存されており、これが山と茶の始めとも言われております。もっとも、畑の村の住人、吉田太郎兵衛が、甲州のしばらから茶の実を買い入れ、約70アールに撒いたとも言われている。奈良は仏教史跡、寺院も多く、仏教との関係で茶も広まり、一方では山茶も諸書にあり、それなりに利用されたとされる。 ありがとうございます。